こんにちは、トミーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はうちの後輩のスタッフに来ていただきました、タッチーです。はい、こんにちは、はじめまして。お邪魔します。はい、で今日はタイトルにある通り、20代のアパレルで働く女性スタッフってどんな洋服買うのみたいな動画を撮っていこうと思います。でその前に告知一つさせていただきたいんですけれども、今うちループ東京はショールームというアプリでモデルを募集してます。明日日曜日までの募集になってますので、よかったらお早めに概要欄からチェックしてみてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では早速やっていこうと思います。で最初に自己紹介をしてもらおうと思うんですけれども、簡単に僕の方から質問させていただきます。タッチーはどういうブランドの、どういう系統の服が好きですか？私は好きなブランドという特定のブランドはないんですけど、基本的にカラフルな色が入ったものが好きで、はい、モノトーンとかよりかはカラフルな色が入ってるものが好きです、はい、キャラも明るいので明るい色がお好きということで、はいはい、じゃあ次の質問いきます。はい、と今ネットのアパレルで働いてるんですけれども、買い物は店舗でする派かネットでする派か、どっちですか？五分五分ですね。五分五分、どっちでもいいものがあれば買うみたいな。そうですね。これとちなみにネットはもうほぼほぼ ZOZO が多いです、ね。あ、ZOZO タウンで、これは ZOZO タウン。あとこれも ZOZO です。これも ZOZO タウン。セールとかがちょっとありがたいもので。働いてる身としてそういうのは知ってるんでね。はい、そうですね。買い時を知ってるらしいです。はい、じゃあ今日一番お気に入りの、これは一番紹介したいっていうのはどれですか？もうダントツでこちらになります。これか、一番多分目立ってると思うんですけど色的にもこれですね。これは本当に可愛くて、はい、じゃあこれは最後に紹介してもらいましょう。そうですね。ということで、では最初小物系から紹介していこうと思います。はい、このネックレスはどちらで購入されたんですか？こちらはザラで買いました。ザラ民族じゃないけど、なんかそういうアジアンテイストな感じ。アジアンテイストな感じ。私ビーズとか好きで、うん、これもう見た瞬間一目惚れで買いました。いくらぐらいですか？でも安くて2000円以内だった気がします。さすがザラ。1000いくら1700円とか。1000円台。1000円台です。紐が浅になってるのもポイントです。あ、そうだね。可愛いです。これは本当にアジアンテイストっていう感じだね。はい、うん、オッケーです。じゃあ次僕が気になるこれをお願いします。はい、こちらはちょっと前に買ったんですけど、ゾフの 黒縁ではないのかな、まあ、太い縁のメガネです。伊達メガネですか？伊達です。ブルーカットが入ってるんだ。入ってるんですよ。ブルーカットが入って、目は視力は悪くない？悪いです。あ、悪いんだ。悪いですよ。まあブルーカットが入ってるの目に優しい。ちゃんと機能性も入ってるんですね。そうです、そうです、そうです。よかったです。はい、じゃあ次この時計カシオですか？カシオです。お願いします。こちらも ZOZO で買ったんですけど、これはもう、まあ、セールで時計がずっと欲しくて、うん、結構見た目しっかりしてるけど ZOZO のセールってことはまあまあ安いんじゃないですか？3000円だよ。3000円。はい、元は5000円ちょっとするんですけど、多分でもこれなんか友達がめっちゃ持ってて。あ、そうなんだ。めっちゃお揃いの人が多くて、まあ、定番なのかなって感じですね。これはどこで買ったんですか？これはループ東京の、宣伝入った。これでは車販で、車販で買っちゃったんですね。購入させていただきました。定価はどれぐらいかな？定価はそうですね、4000円。あ、4000円台だった気がします。可愛いんですね、これ。私もずっとニューエラが欲しくて。ニューエラは昔から持ってるんですか？持ってなかったんですよ。だから欲しくて買いました。じゃあ4つ終わりました。最後2つ、はい、このバッグ教えてください。これはこれも ZOZO なんですけど、 ZOZO タン、マニャーナ、マニャーナっていうブランドで、これ私が買ったポイントはネオンカラーっぽいのが今その春とか夏で欲しかったので、はい、このちょっとカゴバッグでもありカラーも紫っていうテンションが上がるですね。これはいくらでした？これは3000ちょっとです。安いんだ。なんか最近こういう編み編みのバッグ持ってる女性多いから今年トレンドだと思うんですけど、安いですね。安いかったんで買いましたね。ZOZO タウンで。ZOZO タウンで。
結構容量も入るので便利です。はい、というわけで最後6点目、こちらをじらすにじらして紹介していこうと思います。こちらはニコールサラドーナかな。ニコールサラドーナ、ニコールサラドーナっていうブランドで、ちょっと見てみカットでニコールサルダナですね。ニコールサルダナっていうブランドで、これ私アウトレットで今週は行ったんですけど、そこで、そうなんです、タイムリーで本当はもう買わない予定だったんです、うん、アウトレットで最近お金使いすぎちゃったんで。アウトレットで買うこと多いんで最近行くようになりましたね。友達が好きな子がいます、アウトレットで買わないつもりだったんですけど、まさかのちょっと出会ってしまい、一目惚れっていう感じですね。買ってしまいました。このなんていうんですか、刺繍、刺繍がまず可愛い。このサンダルお値段はいくらぐらいですか。こちらのアウトレットで買ったっていうことなんですけど、元値どれぐらいですか。はい、気になりますよね、元値は、はい、ちょっと何を38,500円になります。38,000円、はい、サンダルで 38,000円って結構高めなブランドなんですね。そうなんです。海外のブランド、海外のブランドなんですけど、このブランドの作ってる、立ち上げた人が、はい、なんか8年間オープニングセレモニーで、うん、なんか修行じゃないけど積んだ後に建造とか、はい、あとトリーバーチのデザイナー、はい、日本人ですか。いや違います、ニコールサルダナっていう人ですね。あ、もう人なん、もう人の名前なんです。すごい、外国の方が、はい、そうです、日本のドメスティックのブランドで、はい、デザイン部門、オープニングセレモニーとかデザインをなんかオープニングセレモニーで8年やってて、建造とトリーバーチでキャリアを積んだ後に立ち上げたブランドになってるそうですね。でさっきチラッと見えちゃったんですけどレシートが入っててちょっと元値を聞いたんですけど、はい、まだ僕見てないんですけど、じゃあ元値38,000円で、はい、アウトレット価格はいくらでした。こちらはなんと、なんと、なんと60% で価格が15,600円になります。安いっすね。400円ですね。税込み15,400円。お買い物上手ですね。そうなんです、私そうなんです、私そうなんです、私確かに38,000円が15,000円になっててわざわざアウトレットまで行ったらなんかあれずるいよね。アウトレットってなんかせっかく行ったから1個買って帰ろうみたいな。いや、やっぱそうなりますよね。後悔はしないです。だからいい買い物ですね。これ、このサンダルちょっとやっぱりお高めなブランドなので、はい、こういう巾着がついてるので、うん、それもまた嬉しいポイントでですね。ハイブランドとか結構ついてきますね。はい、巾着とか、これはちょっと使っていけたらなと思います。かわいいです。これこれの中とかに入れてさらっと出す感じもおしゃれかもしれないですね。水色でかわいいです。はい、というわけで20代前半のアパレルで働く女性が普段どういう買い物をしているのかということで紹介してもらいましたが、皆さんいかがだったでしょうか。6つ紹介してもらって結構見ての通り、最初の自己紹介でも言ってもらったんですけれども、明るい派手な色が多かった印象があります。というわけで今日はこんなところで終わろうと思うんですけれども、うちのタッチループ東京の TikTok の方によく出てもらっているので、今日この動画見ていただいてタッチのファンになったっていう方はぜひ TikTok の方もチェックしてみてください。今度また YouTube の方にも出てもらおうと思うので、こうご期待ください。ではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、というわけで20代女性が、ごめん、もう一回言うわ、20代女性がニュースみたいになっちゃった、ニュースみたいになっちゃった、事件。